結構考えましたけどね、考えたけど、それは絶対走り切らなきゃいけないからやるって言いました。ならば、だから僕らも話してますけど、もうついていかない人も僕ら以外もいると思いますよって言うから、だったら俺一人でやるって言ったんですね。でそれはここでね、やめるってそれはダメだろうと。やっぱマラソンじゃないけどね、ここで降りてリタイアするっていうことは僕はやっぱり認められなくて、それは先生のわがままでしょうって言われたけど、その時はね、いや一人でもやるからって言ったのね。僕はあれですよ、それは1個上の先輩が言ったんですけど、大体ね、そんなね、みんな言ってるとかね、そういう人もいるとか、そんなことを聞く必要全然ない。俺が辞めたいんだと言わない限りは、まあ、偉そうに言ってるけど、イキイキどんどん、その後ね、縫い物があったじゃないですか、その修復の。こいつ不得意だから来なかったのね。ちょっと遠巻きにね、ちょっと見てね、お菓子置いて帰ったみたいな。結構つらかったのよ。雨が、小雨が降っててね、くそ寒くてね、雨が降ってね、みんなミシン不慣れだから、僕なんかね、もう何回も下糸取れてね、もうすごい苦戦してるところを、こいつ僕縫い物できませんからって来なかったよ。そうね、それが終わった後でさあ行ってみようかって言ってね、運んで、まあ、そういう役割分担がね。すごかったね、あれ2日目にミシンができる子が入ったらすごい作業が進んで、俺感動したもんな。ね、プロジェクトを成功させる秘訣ってあるけど、やっぱりそのなんかリーダーシップというかな、中野君のリーダーシップがあったし、森尾さんのリーダーシップがあったし、だからそういうここはこう俺の全責任で行ってしまうぞみたいなことを誰かが責任取るところをうまいとできてて、だから一人でもやるぞみたいな。だから今まで見ててもやっぱりそれを誰がやるかかなみたいな、それを誰かが責任引き受けたら大概動くからね。これだからアートプロジェクトでね、まあ、確かにアートとして出したんですけども、やってる側としてはですね、多分皆さんと全く、要するに誰一人これをどうやってあげていいか分かんなかったんですね。これやってみると、今日も久しぶりにやったけど、とにかく思い通りになんないんですよ。重くて、重いしでかいしね。でこれをその風船の人たちがこうつけてくれた不完全なシステムの上でどうやってあげていいか分かんないんだよ。その時に椿さんが、これ上がんないかもしれんな、で上がる時には白芸のね、エイハブ船長のようにって、グレゴリー・ペックが主演した映画のようにね、エイハブ船長があそこにこう死体になってダランとバッタとぶら下がってるんやって言うから、じゃあ誰って言ったら、室井さん以外あらへんやろみたいなこと言うから、だけど要するにどうしていいか分かんないですよ。今日もね思うんだけど、これとにかくね、俺たちの作品って言っていいかどうかよく分かんないのよ、椿さんにしても。で陸上ブランドに来た時に、サイズとか注文したの僕らなんですけども、こんなでかいのと思ったもんね。でこんなもの高層ビルに上げられるはずないだろうと思ったよね、まずいね、俺ね。無理だって絶対思ったもんね、俺。いろんなことあるんですけど、これニューブランシュってカナダのプロジェクトも持って行ったんですよ、トロントに。でトロントのフットボールスタジアムに置いて展示したんだけど、前の日に設営の時にすごいこう季節風が来て、強風でね、このバッタが1メートルぐらい浮き上がるんですよ、全こうってで1メートル角のコンクリートのブロックが周りぎっしりあって、それが全部ねローピングはされてんのに、ガリバーが起き上がるみたいに、そのコンクリブロックをボロボロに引きずりながらね、浮いていくんですよ、ボーって。で、なんかもう何、オールブラックスのラグビー選手みたいなのが20人ぐらいいてね、その人たちがロープ持ってんねんけど、みんなゴロゴロ引きずられてね、ほんで、もうほんまに死ぬから、映像撮りなかったけど、僕もロープにしがみついてたから、必死に僕は走っていって、チャック開けていって、ことなきを得たんだけど、ほんまに大変ですよ、これは。モンスターなんでね。
だからあの全然予定通り行かないんで、まあ、要するにマンモスみたいなものがこう野生動物をねみんなあのやり持ってない やつがもう一生懸命マンモスと戦ってるみたいな感じなんですよ。もう一個、もう一個すごい面白い、これテレビ放送されたんで、万博公園で大王の塔の前に設置した時にね、それも強風が吹いてね、こいつ2回ぐらい転がったんです。ゴロ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 、これはもうこれはね僕らじゃなくて椿さん式で超イケメンだからね、あのあんまりローピングしてなくてペグでね芝生に打っていいじゃん、まあ、だって危険じゃん、ね、ペグごとピョーンと飛んだんですよ、だからね、いやペグがねなんかナイフみたいに飛んでくるんですよほらこのいい加減さこのいい加減さがそれでねもう喜んでたの、あ太陽の通り負けたで転がされたんですね、転それがねテレビニュースになっちゃったんでね、あの転んでるとこ捉えてね、だからまああのなんですかね、そういうねコントロールできないものがいるっていうのが割と大事でね、あのアートでもワークショップでもね最初からゴールが見えてるものって全然面白くない、もうゴールが見えないし全くなんか思いがけないところに行っちゃったみたいなのが一番面白くてね、やっぱそれはやっぱあのまあアートの中にはあってもいいですよね、それどうなるかわからないプロセスの、あのね、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、たまたま僕も室井さんも今 A ハブ船長にならずに住んでる状態なんだけどね、やっぱりアートっていうのは、まあ、いろいろわかんないんだけど、こうあんまり予想の範囲でできるものっていうのはイノベーションが起こらないっていうか、僕たち自身がね、でそれが経験になって次の、ステップに上がっていけないと思うね、だからこれものすごく難しいと思うんだけど、やっぱり室井さんも大学の先生だし僕らもそうだし、まあ親御さんもいっぱいいるけど、これ難しいですよ、でも多めに見るっていうのはすごい大事だと思うんですよ、だからメソッドとかね、大学でもシラバスだとかね予定を作ってその通りにやっていくっていうのがね本当つまんないと思うんですよ、だから思いがけないことになっちゃったみたいなことをねどんどん組み込んでいかなきゃいけないし、だから科学もそうなんだけど、やっぱ大人とか組織のトップのやる仕事ってやっぱ責任取る仕事だけやったらいいと思うね、で若い人とかができるだけアホができるようにしてあのいい意味の見てみるとかね、あのやっぱそれで何かあったらもう謝罪会見するっていうところがねすればいいんだから、やっぱりあのもうちょっと日本の社会で若い人が伸び伸びできるようにするには、こう僕らの年齢というか僕らがやらなきゃいけないことっていうのは、まあ、ちょっとそういうことかなと思ってね、まあ、やってるしこれからもやっていこうと思ってますけどね、そういうことは。あの多分椿さん その美術作家といろいろ活躍する本とか室井先生の文章とっても難しいことが書いてあって、ただこのバッタの話もうそのこんな大のキャリアがある大人とたくさんの頭のいい学生の皆さんがこう、まあ、こんな巨大なものをコントロールするために宿泊する姿ってなんかちょっと面白いなとまで思うんですけれども、でそれ実際にこれが出来上がってこの圧倒的な大きさを目の前にしてなんか自分の感覚がちょっとおかしくなるというか、でなんかそういう自分が言葉で理解噛み砕けない体験みたいなこともアートって言っていいのかなみたいなことを思っていて、で今日ちょっとさっきあの室井先生がこれがこうアートであってもアートでなくてもいいっていうようなことをおっしゃったのがとってもあの私は印象的で、すいません、それでもう時間ですね。あの何かなという、 こう、まあ、これが何だったんだろうなっていう話はあるんですけど、やっぱり、中野君たちはその後ずっと空ゼミをやって、からの劇団やって、その時一緒に二十歳ぐらいやったよね、みんな二十歳やっぱりあの大学今小豆島なんかでもプロジェクト全部やってるんですけど、僕中学高校の教師から20年間やっててね、バッタが原因で辞めたんですけどね、あのクビになったんですけどね、マジにこれやってたせいで中高の先生クビになったんですよ。いやあのしょっちゅういいようになるからね。でもまあそういうこともあるけど、その時のずっと教え子たちだけで回るんですよね、プロジェクトがね。だからあの長いことやってできて、こういう仕事やってきてやっぱり今はすごくありがたいと思うのは、やっぱこういう関係がずっと続いていくし、そこはまた次育っていくし、なんか次の時代にバトンを渡せてるなっていう気持ちはしますよね。だからそういうことをちゃんとこう世の中でやっていくための責任の取り方っていうのがあるから、ただ室井さんも僕もおそらく組織の中では異端ですね、明らかにね。
なんでかというと、やっぱり管理する方が楽ですから、でワークショップも、まあ、予定調和で答えが